サトチンです。開封するのはこちら、8月5日新発売、鬼滅の刃デコステッカー2です。ワンボックス20個入り、ステッカー2枚、全部で36種類です。ネットで注文したものがやっと届きました。もうもはやコンビニの方のが早いっていうね、現状なんですけれども、開封していきましょう。エンスカイさんからの発売。第1弾の時は買えませんでした。たくさんね、再販してちょいちょい発売してたんですけども、ついに第2弾が発売されました。今回は鬼殺隊において最高位に立つ9人の剣士である柱のキャラクターも参戦。ステッカーは剥がしても再度貼ることができます。全種類表面が豪華マット加工です。 IC カードやいろんなものをデコっちゃおう。1パック目。お、かわいい。あれ？思いのほかかわいいステッカー。アニメのワンシーンなんですけれども、胡蝶しのぶさんと生身動物姫島行明。すげえ美しい。もっとね、薄い感じになるんですけれどもね、アニメのワンカットってすごい濃いです。で、柱会議ですね。これが1枚目。番号なども書いてないですね。2パック目。せーの、ほっ、おー、いい。イグローバナイと煉獄さん。え、めっちゃいいじゃないですか。まあ、いつもね、見る画像たちなんですけれども、裏の背景が良きだと思います。3パック目。ドン！わー、マコモトサビト、そして、品津川サネミ。いいですね。はい、こっちは名前も書いてないね。まだ被りなし。4パック目。ドン！おお、パッケージの炭治郎。からの、お、みつりちゃんです。いいですね。全部で、ワンボックス開ければ40枚になります。何パックかはかぶりと。せーの、ドン！おお、葵ちゃんと、玄矢が出ました。珍しい。つい！せーの、ほっ！あれ？まだかぶりなし。ドン！善逸と胡蝶しのぶさん。はい。こっちのタイプはアニメではなく、まあ、宣材写真っていうのが正しいのかな。宣材のイラスト。いろいろなグッズ化されているポージングです。はい。しのぶさんと善逸。雲化しちゃった時のやつだね。せーの、ほっ！ルイが出てきましたね。と、炭治郎。あ、その頃のやつだね。本当に。アニメの中盤。ほっ！派手派手だ。うずい天元さんと、お、これはこう感じかな。はい。富岡義勇さん。このイラストもめっちゃいろんなところで、めちゃめちゃいろんなところで見かけるよね。鬼滅の刃好きな方はわかると思います。うずい天元さんと、富岡義勇。せーの、ほっ！お、煉獄さんと、ほー、親方様、産屋敷さんですね。10パック目。せーの、ほっ！お、無一郎！ナイスですね。あ、無一郎ダブル。すごい。まだ被りなし。いいね、このパック。無一郎推しの人には、たまらないパックです。さあ、折り返し、11パック目。ドン！お、カナオ！カナオいいね。しかも、いい表情している。笑顔のカナオ。そして、鬼舞辻無惨。過去女性、女性なのかな？無惨とカナオ。なかなかレア。せーの、ほっ！義勇さんと、お、炭治郎禰豆子。え、珍しいイラストですね。見たことあるけど珍しい。富岡義勇さんでした。ドン！お、これは出たんじゃないかな？はい。葵と玄矢。出ましたね。葵と玄矢セット。2個目。かぶりセットがあるのかも。せーの、ほっ！お、忍と善逸セット。これも同じセットですね。かぶり。ドン！お、伊之助。初めてだね、今回。開封して。おー、かっこよき。かっこよすぎる。あの、街中で会った時だね。すげえ。鬼舞辻無惨と炭治郎のシーン。そして、ごめんね、弱くってさ。橋平伊之助。いいですね、これ。
よし。せーの、ほっ。お、これも初めて。はい。姫島行明と伊之助炭治郎善逸。姫島行明と炭治郎伊之助善逸のシールです。よし、残り4パック。せーの、ほっ。お、イグロオバナイと、ネズコ。これも初めてのセット。寝てるシーンのネズコ。このシーン可愛かったね。そしてイグロオバナイ。さあ、残り3パック。せーの、ほっ。お、いいね。いろんなシーンでこれ使われてるけれども、いいですね。炭治郎とネズコ。このシールね、かなり良きです。品津川さねみというセットでした。残り2パック。残り2パックでドン。お、初めて。はい。会議中のやつですね。うずい天元と、甘露寺三つり。初ゲット。さあ、ラストパック。今、コンプリートできてるのかな？最後チェックしてみたいと思います。20パック目。お、初ゲット。やっぱり一番後ろにかっこいいの持ってくるね。ドン。おー、善逸と伊之助。え、これかっこいいね。あんなに遅い。すごい、まだ若い。へぇー。てな感じでした。それではチェックしていきます。はい、というわけでいかがだったでしょうか。このね、上の柱なんですけども、第1弾で義勇さんあったのかなって思います。義勇さんのみがね、いなかったんで第2弾。見事コンプリートすることができました。皆さんも見かけたら買ってみてはいかがでしょうか。出た順とかね、参考までに。それではこの動画楽しんでくれた方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。また次の鬼滅の刃の新商品動画でお会いしましょう。バイバーイ。